見覚えないですか？なんかなんとなくあのお母さんのこう顔が分かりません。いやいやいや、秋の食材として栗と蜂は合いそうですよね。うん、これは絶品です。ヘルシーな、こう2倍ヘルシーな、秋がようやく来たって感じします。では先生、はい、今日はどんな昆虫を使って料理しましょうか。はい、存在感ありますよね、これね。ありますね、もう明らかにあれですね。ハチロスですよね。はい、これを使って、はい、あの田楽ってありますよね。ああ、田楽、はい、だからハチロコと、うん、これは見覚えありません。いや、ありませんね。栗ですよね。栗です、栗です。見覚えないですか？なんかなんとなくあのお母さんのこう顔が浮かびません。いやいやいや、この粉からお母さん浮かばないでしょ。形ならあれですけど。浮かばないですか？あれですか、もしかして。あれです、うちの山栗ですか？そうそう、あのふるさとのね、あのお宅のところにあの栗の。すごい、山栗です、これ。いや、びっくりびっくりです。だってこれ1年前ですよ、私先生に送ったの。そうなんです、あの結構たくさんいただいたもんですから。そうですね、冷凍して大事に使って、今日のために。絶対これたまたま出てきたやつでしょ。いやいや、あったって忘れてないでしょ。いやいや、育ちがいが配信はこもっていません。もうちょっと蓄えてましたので。あら、でもお母さんも喜ぶと思います。そうですね、これと味噌を混ぜて、はい、栗味噌ってどうなるのかなって。確かにくるみ味噌とかありますけど、ね、栗味噌とかね、確かに確かにありますよね。でもクリーム味噌ってどうなんだろうってちょっと面白いと思って。なるほど、あのもう若干ここにクリーム味噌が混ざってるかもしれない。あ、それはいい味になるのかな。うん、混ざってると思って食べるとまた違うかもしれない。あ、わかりました。クリーム味噌を持って今日は田楽を食べたいと思います。はい、よろしくお願いします。よし、はい、じゃあ抜いていきましょう。はい、いやー、久しぶりに抜く作業も。でそれ抜いておくと、それが幼虫なんですよね。はい、で幼虫どうしよう、ふん抜き、ちっちゃいからいいか。うん、混ぜちゃうからいいよね。いいですか。どう、こっち混ぜ、幼虫こっちに入れるか。あの、オオスズメってでかいスズメいますよね。はい、あれだとふん抜きしないとちょっと気になるんですけど。うん、これ何ですか。これはね、黄色かな、うん、黄色か。はい、どんくらいあれかね。はい、ね、こんなもんで。はい、これです。何行きましょう。はい、はい、素抜き完了です。完了です。みりん、酒、砂糖、味噌。味噌、栗はちょっと後から入れますね、これね。はい、ちょっと香りがあるので。じゃあこの幼虫たちを入れます。はい、こちらがさらに、はい、うわ、すごい、ほぼ蜂。そうですね。先生、そういえばこの栗はどうやってこんな粉々にしたんですか。山栗ってすごいちっちゃいじゃないですか。ほんとこのくらいで、あの剥くの本当に大変なんですよ。大変でしたね、これ確かにね。あ、先生が剥いたんですか。私がいないじゃないですか。すごい。誰にやってもらえばいいって感じですか。どうやって剥いたんですか。普通にあのこうカッターで入れてパカッと剥いて、でスプーンでこう出して、うわ大変で、ミルサーかなんかでギャーって粉にしてっていう感じですよね。でもその秋の食材として、はい、栗と蜂は合いそうですよね。蜂も秋に活発になるイメージ。ちょうど今旬ですね、両方ともだからいい時期だと思いますよね。うん、蜂の旬は今なんですか。はい、今ですね。お、はい、今一番大きく成長する頃です。わあ、いいですね。結構に煮詰まってきましたね。そうですね、ちょっと柔らかめでしたね。やっぱり味噌がちょっと柔らかかったのかな。でももうちょっと煮詰めれば。栗も入れますか。そろそろ入れましょうかね。はい、はい、味噌お願いします。はい、あ、それで結構固まるかもしれないね。確かにドロッとしそう。うわー、美味しそう。あ、まずいいかな。こんなもんで来ましたよね。どうでしょうか。ちょっと味見していただけますか。はい、ちょっと熱いけど。ではいただきます。うん、これは絶品です。あ、そう、よかった。おいしい。うん、若干栗って香ります。なんかいくらかあります。なんかほっくり感がありますね。 あ、よかった。あと蜂のこうプリッとした感じが、うん、合いますか。食べ応えある味噌田楽になりそうです。あ、よかったです。じゃあ次行きましょうかね。はい、でここに串を刺して、はい、両面軽く焼きます。なるほど、はい、じゃあここにこの串を刺していきますね。はい、こんな感
あ、そんな感じですね。バンバン刺していきましょう。はい、もう楽しい。刺し終了です、はい、じゃあ焼いていきますか。じゃあちょっと焼いていってください。はい、ジュージューいい音はですね、うん、厚揚げって美味しいですよね。美味しいですよね。美味しいな。ヘルシーだしね。ヘルシー、まあ、ヘルシーってことで言えばいいじゃないですか。ヘルシーヘルシー同士で、うん、ヘルシーがこう2倍ヘルシーになる。ヘルシーですかこれ。これだいぶ砂糖とみりんと、うん、あと脂質たっぷりの蜂の子と栗と、だいぶ入ってますけど。どうなんだろうね。栗は糖質ですよね。かなり。まあ糖質だね。かなり糖質。ね、でもまあいい油ですからね、これは。油はいいもんね。で、あの蜂の子は非常にアミノ酸がね。あ、へえ。あのバランスがいいんですよ。あ、そうなんだ。アミノ酸スコアみたいな。アミノ酸スコア。おお、ね。すごいですね。アミノ酸スコアがね、これあの100なんですよ。100なの？本当ですか？うん、本当に？本当に。アミノ酸スコア100、満点ってことですか？満点。あ、え、本当かな。え、じゃあアミノ酸っていうのは、アミノ酸スコアっていうのは、いろんな種類のアミノ酸のこう統計で点数がつくってことですよね。必須アミノ酸ってあるじゃないですか。あ、そうだそうだ、はいはい。あれが9種類あるんですよ。はい。その9種類のアミノ酸が全部その必要量を満たしている。へぇ、すごい。100なんですけど。ちなみにその100の食材って他に何があるんですか？結構ね、お肉とか100が多いです。お肉？うん。鶏肉とか。そう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 。でも肉の場合は結構脂質が多いんですよね。そうですよね。で、飽和脂肪酸が多いので、あのコレステロールがたまりとか肥満になるとか、うん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 、で、こっちの場合不飽和脂肪酸が多いので、はい、あのそういう意味ではあの非常にあの体がいいということで、すごい、まあ、アミノ酸スコア100で不飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸は昆虫全般に言えることですよね。だんだん色が出てきてね。うん、うん、美味しそう。香ばしく。どうでしょう、こんなもんで。はい、ここに塗っちゃいますね。はい、こんな感じですか。そうですね。だからひっくり返して塗ることはすでにできないんですけど、はい、全体に温まれば完成って感じですよね。まあ、こっちは火通ってますからね。通ってますからね。うわー、すごい、もう具だくさん味噌田楽。かなり多いですね、これ。想像よりもたくさん乗ってるね。桜ちゃんにやってもらうと大体こう。あ、これボリューム多いですか？大体大盛りになるんだよな。あ、じゃあちょっともうちょっと減らしますか。いや、いいです、いいです。もう、あの、おいしいのは多い方がいいですから。これ、なんかすごい美味しそうだね、これ。美味しそうね。めちゃくちゃ美味しそうですね、味噌田楽。うわー、すごい。通常の味噌田楽のイメージと全然違うけどね、うん。美味しそう。蓋するとより見れるのが高ない。蓋しますか。どうします。まあいいか。蓋すると、あ、どうだろう。ね、うん、ちょっと少し蓋しますか。表面が少し蒸れる感じになっていいんじゃないですか。蒸れた方がいいですか。うん、全体にほらわーっとなるじゃないですか。わーっと。はあ、適当な気がするな。そうですか。まあ適当がいいんですよ、人生。うん、そうですね。ね、じゃあ。開けます。はい。じゃん。うん。いいんじゃないですか、これね。はい。じゃあ、あげましょうか。こんな感じ？はい、そんな感じで。いいですか？いい感じですね。はい。3本？ 3 本。で、これはスタッフさんのまかないの。そうだね。これ3本って言うと、なんか、争いのもとじゃないですか。ああ、確かに。4本入れときますか？まあ、いいです、いいです。いいですか？もう遠慮してきますから、大丈夫です。はい。人形の塊。よし、はい、完成でーす。では、はい、いただきまーす。いただきます。三本ですね。三本ですね。どうしましょう。まず一本ずついきましょう。まず一本ずついきましょうね。ずついきましょう。じゃあ、まあ、いただきます。いただきます。よいしょ。いただきます。うん。うん、おいしい。うん、おいしい。栗と蜂の子合いますね。合います。もう、ね、栗のホクホク感と蜂の子の幼虫のフリット感がたまらないですね、うん、
秋を感じますね。うん、どうですか、秋がようやく来たって感じします。そうですね、うん、美味しかったですね。立て続けですけど、どうぞもしよかったら。いいんですか。あ、もちろんです。いただいちゃいます。はい、うん、ちょっと大盛りですけどね。大盛り、これは。いや、蜂もあのサナギがいて、うん、幼虫がいて、うんうん、成虫っぽいのがいるじゃないですか。食感がまた違うし、こういろいろ入れるのいいかもしれないですよね。面白いですね、食べ応えがある、うんうん、最初サナギだけであればと思ったんですけどね、うんうん、全部入れるとよりいいですよね、うんうん、その成虫はちょっとまた、はい、まあ、独特の花っぽさというか、うんうん、風味があって美味しい。で、完全な成虫じゃないからその点はまだ食べやすい感じですね、うんうんうん、よりね、ちょっと柔らかいですよね、うん、成虫になる直前のサナギ。プリプリしてます。うん、いや、これは本当に美味しいなというのは思います。うん、はい、良かったです。いや、すごい美味しいです。もうこれおすすめですよね、うん、この通りで皆さん食べやすいですね。栗と蜂で、うんうん、味噌の香ばしさもあって、なかなか蜂を手に入れることが難しいかもしれないんですけれども、うん、まあ、山の栗もなかなかね大変で、そういう意味では本当にやる珍味になると思います、うん、いや、美味しかった。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした、うん。チャンネル登録待ってます。